ではまずご挨拶を頂戴したいと思います役柄ご紹介させていただきますどん底の人生から一発逆転を目指すタクシードライバー高木真嗣を演じられました久保塚洋介さんですお願いいたします本日は大寒波の中ベッドから起きるのも嫌だったでしょうにこんなにもたくさんのマスコミの方々が 来ていただけ牧監督のこ身の、えー「サスペンス・ノワール」新しい時代のこの間ちょっと脱線するんですけどあの今原稿チェックを結構していてこの取材のでこれは新しい時代のサスペンス・ルノワールだって書いてある。<laughs> <laughs> あの健康があってこれあのもう本当にであこれ一本取れるんじゃねえと思ったちょっと脱線しましたけれどもえ本日はお集まりいただきありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますそして監督脚本の牧紀賢司監督ですお願いします監督の牧紀賢司です皆様あのこんなに多くのマスコミの方が集まっていただいて本当に光栄ですここからの景色が本当に すごくって夢のようですありがとうございます今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますではここからフラッシュを止めての撮影にご協力お願いいたしますさあ早速本作についてサスペンスノワール犯罪活劇ということでルノワールは喫茶店の方ですもんね <laughs> もうそこ本来大丈夫ですかです、はい、あありがとうございますほった方がいいのかなと思ったんですけど <laughs> はい、はい、今回あのシンクロックということでご自身 小塚さんにとって18年ぶりの単独での邦画の主演作ということになりますけれども、はい、主人公シンジ、このどん底から這い上がろうとする持たざる者を演じられましたご自身も、ね、あのお子さんがいらっしゃって、はい、シンジにもお子さんがいらっしゃる、はい、ということですがあの脚本読まれたときまずご感想としてはどうういったご感想でかそうですそねあでもまず、あのーまあ、単独18年ぶりの単独主演という感じで歌っていただいてるんですけど。あのー まあ、ずっこけ3人組みたいな3人組の話であってでその2人の、あのーまあ、後輩の俳優なんですけど坂口,口,口君と坂口君に本当に助けられて作った映画なので、あのー、ちょっと何て言うかな後ろ髪引かれるというかあの単独って言っちゃうとおこがましいかなっていうようなとこもありつつ、えー、18年ぶり。 で今まで何やってたんだろうな、みたいなね、とかも気分にもなりつつ、まあ、仕事はしてたんですけれども、えー、驚きながら取材を受けたりしてます。で、まあ、その、やることになった理由っていうのは、えー、牧監督の方から、まあ、直接事務所の方に、えー、脚本を読んでくれっていうオファーがあって、で、牧くんのその監督の まあ人となりだったりとかまあ受賞歴だったりとかってことも何も知らずに純粋に脚本を読んでそれが本当に面白くてあちょっとワクワクドキドキすんなあすごいしてきたなっていう感じでどん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 読み進めてまあちょっとネタバレになっちゃうんで細かくは言わないんですけど最後そうなるんかいっていうそのオチも含めてあのあぜひこれは。 一緒にやってみたたたいいななととと思思作品だったのでで割と快諾方向であのお返事しか <laughs> はい、先ほど上がった坂口良太郎さんもね青葉さんもすごくキャラが立っていてその三者三様のキャラクターというのもお楽しみいただけるもう生き生き登場人物が皆さんしているという作品ですが監督なぜ久保塚さんあて書きをね今回脚本されたということですけれどもどういったところにぐっと引かれてこう書いたんですか そうですね、あのまあもう俳優窪塚洋介像っていうのはもう皆さんお持ちだと思うんですけどもあの僕の中ではその、まあ、僕もプライベートあの存じ上げなかったんですけど俳優窪塚洋介像は本当にあのニュートラルな状態から一気に五足まで上げれるみたいなあの振り幅のすごい大きな俳優さんだなっていうイメージはあの一視聴者としてあったっていうのはあるんですね。そそこが今回のその 今回の企画自体は、プロットは5年ぐらい前からあったんですけど、本は書いてなくったという状況で、で、今回のシンジっていうのは、あの、もともと普通のサラリーマンがドロップアウトしてタクシードライバーになるっていう設定なんですけども、シンジ自体がどこかやっぱり不安定な主人公というか、あの、常識ももちろん持ち合わせつつも、どこかバランスを崩してしまって極論に走るというようなところがあって、そういったところを非常にこう、本当にもう、 まさにシンジだったなっていう映画の中で、うん、やっぱそこですかね一番は本当にそこの魅力がやっぱりありました久保塚さんの中で、はい、なんかライターの方があの弱気な暴力性を秘めてるっていう言葉を書いててすごい面白い言葉だなと思ってまさにそのシンジを表してるっていう、うん、いシンジってずっと辛そうな顔してるんですね劇中で。うんうん、<laughs> けど やっぱり宿してるんですよ目の中に何かあのいつか何か全部ひっくり返してやるみたいな目をするんですよねどっかでそこのちょっとした凶暴性その弱気な凶暴性ですかね暴力,性暴力性っていうところが本当に確かに言えてみようかなと思います發輝監督はい、直接オファーがあり脚本を読まれてもう快諾されたというところなんですけれどもその全てをひっくり返す っていうところで、ね、皆さんあのこれがね本当にお話が面白くてですね夢中になってみたんですが偶然の連鎖というのにこう主人公たちが翻弄されていくというお話なんですけれども窪塚さんは最近経験したその偶然商店街の偶然とかって何かありますか、あのー、まさに今日なんですけども、えー、うちの長男の窪塚愛流も、えー、役者を モデルをやってておりましてで彼の、えー、新作の映画の「少女は卒業しない」っていう中川監督の作品のイベントがあの今日の夕方にあるっていうのも何か、まあ、小さなというか大きなというか分からないですけどシンクロニシティだなと思ってで先日初めて「b 雑誌」で表紙の,あの撮影親子の表紙の撮影をしたんだけどすごくやっぱり。 あの久々に話してあなんか成長してんじゃんと思ってでもそれもこれもまあね僕もそうですけど彼を支えてくれてるあのスタッフだったりその今回だったら中川監督だったりっていうとこかなとそこをちょっと付け加えて <laughs>、はい、<laughs> いいですかその中川監督はあの僕も実はあの共通点があって前作の映画 であの国内の映画祭に何度か呼ばれた時に2回ほどやっぱり同じあの映画祭で一緒になって中川監督も前の,あの、まあ、インディペンデントの映画でお互い一緒になって何だったらもう同じパーティーで同じテーブルになって向かい合わせになって結構喋ったぐらいの,あの、まあ、関係性があった中で同じタイミングで映画撮ってるんだなしかも多分中川さんも商業デビュー作になるんじゃないかなと思うんですけど今回のが。まああの でわ同じタイミングで映画撮ってると思って見たら「アイル君出てる!」ってなって「うん、こんなことある?」みたいなでしかも今日でしょシシンクロニシティで、ねねまあ、撮影中ももうこれ話し出したら2時間ぐらいいっちゃうぐらいのシンクロニシティがたくさんあったんですけどでもなんかどっかでこう宇宙からっていうかこう見てたらいやそりゃそうだよっていうようななんかこう図柄っていうか模様っていうか。 になってるんだろうなと思いながらも我々はそれを知る余地もないのでなんかこうね一生懸命まみれて楽しんでるっていう感じですけど、うんえー、なるほどちょっとそ2時間ね本当は時間取って語っていただきたいぐらいですけれどもはいやそうなんてんな <laughs> あさすがにねこの後もあるでしょうからね、はい、なるほどですからそうですねまあ監督さっきのその中川監督とはまあそのタイミングで久保塚さん でアイルささんっっていう話は特にされなかったわけですよ、ね、もう,う23年前なんで,そ,で、ね、そのお会いしたのが、はい、その時、まあ、僕が前作作って映画祭出品してる時にお会いしてて、まあ、お互いそのね商業映画デビューするとも思っまあ彼はねいうふうな方なんでもしかしたらその時からビジョンがあったのかもしれないですけど僕はそこまでのビジョンがまだ描けてない中で模索してた中だったのでまさかお互いがこんな同じタイミングであのしかも親子でねその っていうのがすごく不思議なタイミングだなって思いますね、はい、それがまあ想定外の偶然だったというところでそうですね、はいまあ、もう一つあるんですけどどうぞどうぞ <laughs> いいですかの<れ> <laughs>、あの、つい4日前に20年来の友達から連絡があってあの飲もうよって言ってでもう一人連れてくるからって言って連れてきた方が久保塚さんの20年来の友人でたまたま僕の20年来の友人と久保塚さんの20年来の友人が10年以上の付き合いがあったみたいなこともありましたね最近 広い世界、狭い世間。えー、俯瞰で見ると、まあ、必然にも見えてくるってさっき窪塚さん、ね、おっしゃってましたけどすすごいですね監督それ俺のお兄ちゃんみたいな人であ<ー>まあ今、大阪在住なんですけどその彼からシメールが送られてきて牧君が映っててあれと思ってこれ俺が繋げたんだっけなって思ってたら <laughs> そういうことそそうそう全然違うかったったていう 偶然が重なってご、ね、撮影中もあったということですけれどもあの、まあ、ストーリーでいうとどん底の人生を生きる男たちがこう一生に一度の一発逆転をかけるというお話ですけれどもお二人が経験したどん底ってありますかそのどん底から這い上がったみたいなことって窪塚さんこれままででありましたそうですねあのご存知でいてくれている方もいるかもしれないんですけど登壇するたびにこの話もしている気もするんですけど、まあ、ちょっと某マンションから。 あの棒を起こってしまったことがあってでその時がやっぱり、まあ、その瞬間がきっと一番絶望的だったと思いますけどそれ以後もな何ていうかなこう地味に復活していくっていう割となんかこう復活とかじゃなかったんでその過程みたいなところにあった感情だったりあまあ真面目な話ですけどここから。あのー まとってたその空気感だったりとか例えばそ,このその時にあった目の色だったりとか目の光とか光がないとかっていうようなものってやっぱ自分としては向かい合いたくないしもう二度と体験したくないんだけどなんかそのタンスの奥に突っ込んでもう忘れようとしてたみたいな感覚がこの神事をやるのにあたってとっても役に立ったしなんていうか。 あの、空気感みたいなこと、目の光とかを、その変えられるような、その役者っていう、なんか自分、役者として新しいフェーズというか、ちょっと向こう側の景色がすごおぼろげながら、あ、そこまで変えていけたら面白いなっていうふうに思えるきっかけにもなれたんで、まあ、とっても良かったなと思うんですけど、はい。 ありがとうございます牧監督はありますか、どん底から這い上がったみたいなことそうですね、僕はあの、まあ、昨年あの、独立してフリーになったんですけど、それまで20年間、あの勤めてたんですね、サラリーマンとして。で、まあ、サラリーマンだったので、そのどん底ってこと、本当なくて、楽しく毎日あの暮らしてたんですけども、まあ、一発逆転というか、本当に転機っていうところでいくと、やっぱこの映画を撮らせていただけたっていう。 このチャンスを藤田さんにいただけたっていうことが、本当に大きな転機だったなというふうに思います。プロットはでも、その最中にも書かれてたわけですもんね。そうですね。そこまで、特にそのね。いつ取れるっていうのも分からず、うん、か、あの、他にもいろいろその。プロットはいろいろ書き溜めてるっていうのはありますね。ね、うん、本当にね、真木君のね、ワンマン劇場なんですよ。うん、藤田さん積もったのも、真木君だし。うん、まあ、俺のこと積もったのも、真木君だし。うん 座組みしたのもマくんだし、他の役者さんね、あの組んでったのもマくんで、<ー>あとだから主演をやってたらもうたけシさんみたいなね状態になってたっていう初の商業映画で <laughs> ですね <laughs> <laughs> 怒られます、ね、<laughs> なかなか最近見ないはいそうですねさ,されないです、ねうん、すいませんはいですよねまあ、うん、そういう作品で2月10日にね早くもう皆さんに見ていただきたいというところなんですけれどもさあお時間的にあ なもう来ちゃいましたかそうですか。というところですいません。お二人にですね、ちょっと黙っていたことがありまして、お二人へのサプライズプレゼントがここからございます。早速持ってきていただいてもよろしいでしょうか。何ですか本当に聞いてない。猫かな猫、はい、ですかね。はい。<ー>ということで、劇中、そうですよ。これ,これ、絵画強奪計画の際に登場する3億円が入ったケースにそっくりの、はいはい、ジェラルミンケースなんですけれども、 これカメラ回ってとこで開けちゃって大丈夫なんですかそうなんでしょうね大丈夫なんでしょうかねいや、俺が開けるといやいやいや何だと思いますじゃあ俺こっちが開けるよあ、じゃあ開いてるわ開いてますねじゃあ開けてみましょうはいじゃあ3、2あ、すみません開けちゃいましたね親。えこれはこれはたっけすごいそうですタクシークーポンでございますタクシークーポンすごい 3億円相当のこれはじゃあメルカリかなんかで売っちゃっていいんですかいやいやいや一応クーポンなんでねお使いになるかなと思いまして東京無線さんそうです、はい、主人公タクシードライバーなんでね,でね、はい、サプライズプレゼント予測不能ということで <laughs> いやこれ取っちゃいけないかって <laughs> 激と一緒だったね <laughs> 圧巻ですよね、これだけ。ね。ドキッとしますね、なんかね。はい。ちょっと。ちが出てくるかね驚きがね、あんまりなかったかなという感じもしますょう。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。え、いいですよ。大丈夫ですよ。いやいや、ほら、奥山さん一応、321バージョンもらっていいですか ?321 バージョン。はい。では、いや。これ何だと思いますか猫ですか猫。猫は、ちょっと入らないんじゃないですか。ちょっとじゃあ、321で開けていただきましょうか。いきます。32、 一オープン。ええー。こうちょ、大丈夫ですか<お>これ。これまずいんじゃない。いやね。<laughs> <laughs> 見せましょう。はい。タクシー。すごいですね。タクシークーポンでいただきました。<laughs> タクシー、ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃこの場ままお写真ちょっともらってもいいですか。お二人手を添えていただいてタクシークーポンでこんなかっこいいことあります？すごいですね。 はい。もう一度言いますけど、タクシークーポンですからね。こんなかっこよくないですよ、普通は。クーポンですから。はい。じゃあ、右の方見ていただいて。タクシークーポンと初めて見た。タッケンはね、僕も初めて見ました。 じゃあ反対側見ていただいて左の方もお願いします。いいですかね。どうですか。はい。後ほど本当に差し上げますのでお使いください。本当はい。ですね。本当じゃあ一億五千万ずつ。そうですね。はい 山分けしてていありがとうございますはもう、大阪までタクシーで帰っちゃいます。そうですねクーポンが足りるかどうかあれですけども、1億5000万ずつそうなんですけど、クーポンなんでね、もしかしたらいくらから使ってっていうところが、冷静ですね、さすがです。多分限度があると思うので、ありがとうございました、ちょっとお時間が来てしまったので、ここで締めさせていただきます。 さあ本作2月10日公開お待ちの方たくさんいらっしゃると思いますぜひ締めのご挨拶そのメッセージもね皆さんに込めてお話しいただきたいと思います牧監督からよろしいでしょうか、はい、えー、っと本当に今までにないタイプの、あのー、映画を作りたいというふうに思ってました、あのー、本当に、えー、アクションサスペンスそして音楽までもが一体となった、えー、サスペンスノワールになってます窪、えー、塚洋介さんの代表作になればいいなという魂を込めて撮った映画です ぜひ皆さん劇場で、この本当音楽も最高なんで、劇場でぜひ見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大塚さん、お願いします。まあ今の話を、も、こう頂い,いて。ええー。下山の。あの、下山か。の、ええー、と、主題歌。と。まあ、挿入歌、エイウィッチたちの挿入歌だったり、音楽。そして、われの。芝居。で。もう本当に優秀なスタッフが。 ほとんど関西でさまあ、ほとんどというか全部か、関西で撮って、ほとんど関西人のスタッフだったんで、なんかこう、そのと特殊性というか、も含めて、すごく現場が楽しくて、それぞれの役者さんも、あの、との絡みも本当に楽しかったし、それがこの現場、あこの作品に、えー、集約されて、皆さんにお目にかかっていただけると思いますので、えー、ぜひ、 劇場で。これもね、言わないとなんだよね。ぜひ、劇場そうですね。それはお決まりで。はい。あの、知らない人とその作品を共有して、あの、みんなでシンってなってみたりとか、クスクスとなってみたりとか、あの、ウルッとなってみたりとか、そういうのが、早送りも、一時停止も、巻き戻しもできない映画館で、知らない人と共有するから、忘れない 作品になったり、えー、いい時間、いい思い出になっていったりすると思いますので、えー、皆さんぜひ、えー、劇場でご覧になってください。ありがとうございます。あり,ましたありがとうございます。はい。